おはようございます。星野海香です。そしてドスコイチャンネルです。今日は折って洗いに来ました。ドスコイつるりスノボ旅ドスコイつるりスノボ旅でございます。春雪です。ちょっと春も楽しめる洗い滑っていきたいと思います。着きました。ファーストクラスに乗ると8時半本当はオープンなんですけど、8時から30分早く行ける。まだ時刻は7時59分行くぞおはようございます。お願いします。パークどこかな。パークですか。パークありません。洗いといえばこのデデンデデン大斜面。大斜面ですよ。聞いたんですけど、今日ポロシャツで来たんですけど大丈夫ですか私たち装備を持ってないんですよ。装備、手袋あります。手袋、はい。でもなんか大斜面なんか気軽に入れるって聞いたんですけど、やっぱ敷居高く感じるじゃないですか。バックカントリーとか、なんか装備とかね、最初からいっぱい揃えるのも大変だし、装備ね、洗いは結構ね、うん、お手軽にバックカントリーをコース内で楽しめるらしい。本当に？それが大斜面って聞いたんですけど、うちら雪山舐めてるみたいな。今日春なんでね。でも春のスノーボードしに来てるから合ってるよね。うん、うん、あそこにあれ？なんか今から登りそうな。登りそうな。お兄さん。どうやって登んだろうあれ。なんか準備してる。うん。聞いてみる。なんかローカルっぽそうな。うん。板の先っぽとんがってそうな人がいるので。でもさ、ああいう人ってさ、うん、うちらみたいな人だからさ、すごいさ、なんだお前たち。雪山なめんなみたいな。雪山なめんな。登れそうじゃない？確かに怖いイメージ。でも声かけてみる。春だし。ちょっとわかんないしね。ちょっと行ってみよう。行ってみますか。すいません。なめすぎ。あれ。谷川さん。何してるんですか。あ、今日これ空いてるんですか。なんかいっぱい注意。今日空いてます。黄色は OK。ここが噂の大斜面ですか。ビッグバウ。あ、今から登ろうとしてたんですか。あ、そうです。今から行こうかな。15分ぐらいで。え、15分で行けちゃうんですか。え、行けちゃうってリフトないんですか。リフトない。歩いていきます。痩せますね。これは痩せますよ。痩せる痩せるだと？痩せるよ。すっげー痩せるよ。ダイエットセンサー発動。朝ザップ。久しぶりに聞きましたそれ。朝ザップ発動します。なんか15分で15キロ痩せるらしい。マジで？15分で15キロ？ですよね。こう1キロ。やばー。でもなんかここなんか洗いってなんか敷居が高いイメージというか、なんかパウダー上手い人しか入っちゃいけねえみたいなイメージがあるんですよ。ある。そんなことは全然ないですよ。誰でも楽しめる場所だから。もしかしてお兄さんローカルですか。一応。おお、あの有名なコックさんですか。そうです、コックです。あー会えた。コックさん発見しました。なので痩せると噂の大斜面、そしてイージーにね、なんかこう初心者というかバックカントリーギアがなくても気軽につば足で行けそうなので行ってみませんか。行ってみましょう。痩せましょう。痩せます。食べたんでね、ビュッフェ。
もう食べちゃった。15分で15キロ、うん、行きましょう行きましょう。レジェンダナリフト降りて、はい、すぐそこにありましたんで、お願いします。はい、どうぞ。レッツゴー。やっぱでもさ、パウダーじゃないから歩きやすいかも。入ろうとしてる。もう帰ろうとしてましたよ、今この子。10歩ぐらいで。私ね、私ね、足ちっちゃいのに体重重いから、体積がすごいんですよ。沈む。だからか、浅めがさ、後ろすごい安定してての、私一番登りやすい。気持ちかな。結局気持ちか。もうなんか1キロ痩せた気がする。私も、うん、1キロ痩せたと喜んでる。あれ、こんな歌なかったっけ。そろそろ休憩。なんだっけ。そろそろ。なんであの椅子ないの。いや、わかんないよ。頂上にあるかもしれない。まだ20秒。ここが大斜面ですよ。一番奥の、あそこの山の上まで行けるんですよ。すごい、今日は風が強めです。そうですか。飛ばされちゃう。飛ばされちゃう。お前、そうやって休んでるつもりだろう。ポコさん疲れた？え？いや、結構進んだと思ったんだけど。まだそこか。あれ？でもね、歩きやすいです。このポール沿いに歩いていけばいいんだよね。そう。でも今日はあの半袖で涼しくてちょうどいいです。こんなね、軽装備だね。スキー場のコースないからこうやって歩くところに入ってくれるの。洗いだけなんじゃないかな、私の知ってる限り。ほら、着替えますよ。これ今どのぐらいですか。もう半分来た。もう半分来たんじゃないですか。5分の1ぐらい。まだ5分の1。もうさ、ゲート見えないから。あ、見えない見えない。よっしゃ。あの BC ってやっぱちょっと怖いイメージあるじゃないですか、はい、でもなんか春こうやって登るとなんかいいことあるんですか。春はやっぱり天気が安定してるし、雪も安定してるから、これから BC 始めたい人にはすごいいい練習になると思います。なるほど。じゃあな、春こそ BC をやれってことですね。そうですね、まずは BC を春から始めた方がいいかな。なるほど、入門編だ。入門です。あれ海よみたいな感じで。そろそろドロップ。いや、まだまだですよ。いや、まだくらまだまだあっちまで歩かないといけないからね。ここら辺まで。まだ半分来てない。まだ半分経ってないのに、もう15分ぐらい経ったんじゃないですか。まだ15分も経ってない。もう15分経ちましたよ。だからもう来てるよ。本当は1時間ぐらいなんじゃないですか。もしかして15分詐欺。15分って言って本当は1時間ぐらい登らされる詐欺じゃないですか、これ。あそこからまだ 2,3 分しか経ってない。それからうちらが歩くのが遅いのか。そっちだわ。先生、喉乾いた。あ、こういう時にやっぱリュック持ってたらいいなと思うわね。米山の海だ。5
50回ぐらいは来てるんだな。やっぱ。え、50回ここ歩いてるんですか？歩いてます。ってことは、50×15キロだったらもうマイナスになっちゃう。もうないですよ。もうない。幽霊よ。あと横移動だけ。来た。でも喉乾いたね。やばい、背脂やばい。背脂。背脂。背脂はやばいな。すごいですよ。はあ、到着ですか？着きました。うわ、やったー。着いた。あー、最高。おー、こっからロープの先はダメなんですね。ロープは絶対にくぐっちゃいけません。くぐってみんな雪に巻き込まれて。ああ、そうなんですね。そうなんです。こっちの斜面は滑り放題でございます。はあ、すげえ。着きましたよ。すごい。こちらの足でここまでやってきた。ああ、なんかここでなんかちょっと甘いもんとかコーヒーとかサンドイッチとか食べたいですね。そう。早速滑っていきまーす。ここ滑れる。違った気持ちよさ。ああ、うん。歩くのもいいですね。ねえ、いい。なんかちょっと達成感のあるスノーボード。ねえ、汗かくってやっぱいいな。それそれ。ねえ、やっぱいい達成感。痩せるしね。痩せるし一石二鳥じゃん。え、てかうちら今回持ってこなかったけどさ、マジでさ、ちょっとさ、おにぎりとかさ。お茶とかさ持ってさ、うん、登ってさあの景色見ながら食べてドロップインしたら最高じゃない？最高やん。また春は春の楽しみ方がね。ピクニックだね。春は春の楽しみ方。そうです、あります。はい、またいいですね。冬とは違くてさ、ただ軽装備でいいね。え、春の洗いでピクニックやりたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。森に感謝。ハルベここに来い。うん、ハルベここで練習しろ。それではありがとうございました。パチ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 。